1932年の全豪オープンに出場した布井。布井の横に原田武一と佐藤二郎。シドニーフ、伊良介1月18日から1945年7月21日は、兵庫県神戸市出身の男子テニス選手。神戸高等商業学校卒業。1933年のウィンブルドン選手権、男子ダブルス部門で、 佐藤二郎とペアを組んで、準優勝し、日本人のテニス選手として、初めて4大大会決勝に挑戦した選手である。大阪、西道頓堀の米国賞で、資産家の長男として生まれる。布井は1932年の全日本テニス選手権男子シングルス決勝で、佐藤二郎を5から7、6から2、2から6、6から4。 6から1で破って優勝したことがあり、早くから佐藤にとって最大の親友であった。布井は同年の全豪選手権から1933年の全米選手権まで4大大会に一度ずつ出場した。1932年初頭の全豪選手権では、布井は準々決勝でジャック・クルフォードに6から3、5から7、4から6、1から6で破れている。 布井のテニス経歴はほとんど1933年に記録されたもので、この年は男子テニス国別対抗戦、デビスカップの日本代表選手としても好成績を残した。1933年の全仏選手権で布井は男子シングルス3回戦でマルセル・ベルナールに敗れたが、その前の2回戦でオーストラリアの競合選手エイドリアン・クイストを破る活躍があった。 続くウィンブルドンでは、シングルスは2回戦で、デスター・ストーフェンに敗れたが、佐藤二郎とペアを組んだダブルスで、決勝戦に勝ち進む。相手は、前年度優勝のフランスペア、ジャンボロトラとジャック・ブルニオン組であった。日本人、テニス選手として、初の4大大会優勝を目指した、決勝戦で、佐藤と布井の組はこの競合ペアから第1セットを6から4で奪ったが、 続く3セットを3から6、3から6、5から7と逆転されて、準優勝に終わった。全米選手権では、シングルス4回戦まで進み、第2シードのフランクシールズに5から7、2から6、3から6で敗れた。デビスカップでは、当時の日本チームは、ヨーロッパゾーンに入っていた。1933年度の出敗では、日本は1回戦で、ハンガリーに5勝0敗。 二回戦でアイルランドに5勝0敗、準々決勝はドイツに4勝1敗で勝ち進んだが、準決勝でオーストラリアに2勝3敗で敗れた。ヌノイは準々決勝のドイツ戦でゴットフリートフォンクラムに敗れたが、準決勝のオーストラリア戦ではビビアン・マグラスに6から4、6から4、6から8、7から5で勝っている。デビスカップでも佐藤とヌノイはペアを組み、 オーストラリア戦では、ジャック・クルフォードとエイドリアン・クイストの組に敗れた。ところが1934年4月5日、佐藤二郎がマラッカ海峡で、闘神自殺をした後、ダブルスパートナーであった親友の布井も、日本テニス界を去ってしまう。その後、布井は、太平洋戦争に従軍し、ビルマ戦役に赴いたが、 戦争が終わりに近づいた1945年7月21日にビルマの失誕下半でピストル自殺を遂げた。佐藤の死去に耐えかねて25歳でテニス経歴をやめたヌノイは戦場で36歳の生涯を閉じてしまったのである。ヌノイと佐藤のペアが実現できなかった4大大会初優勝の夢は1934年のウィンブルドン混合ダブルス部門で 三木隆ュがイギリスのドロシーラウンドと組んだ優勝によって実現した。二人が果たせなかった日本人選手による四大大,大会男子ダブルス優勝も22年後に宮城敦紙とカモキンナの組が1955年の全米選手権で実現させた。ありがとうございます。